おはようございます。筋肉減少中トラマツでございます。さあ今日もやっていきましょう。心霊ガチメーターですね。今回打つのは新海物語349です。海物語シリーズ初のスマパチでございます。注目ポイントはね、まずここですよね。通常時50回転ごとに訪れる、C タイムの打ち方ね、どう変わっていくのかと、まずそこ注目ですよね。であとはその電サポ回数がね増えやすいと、おそらく多くなりやすいということで、電サポ中の打ち方ですよね。もうそこも含めて今回はですね、勝てるポイントバシバシ見つけて海物語打っていきましょう。それではレッツスタート。まずねスペックですけども、あざたり確率が約349分の1、で大当たりね電柱へそ共通で、確認割合がねトータル 62% となってます。で通常割合が 38%、 ただし2ラウンド確認がね 8% ありますんで、図柄揃いからの、学園直行割合は 54% となりますね。で投下ボーダーが10ラウンド出玉1370個で、17.4 回転ということで、まあ、比較的甘めかなっていう感じですね、海系の中では。ただし当然ね、その電サポ中の出玉の増減で多分ガラッと変わってくるような、後からちょっと説明しますけどね、スペックになってくると思うんで、まあ、そこがちょっと注目点ね。まずこの盤面ね、もうちょっと見覚えある方も多いと思いますけど、ちょうど1年前ね、心霊ガチメーターこのチャンネルでも打ちました、あの新海のアマデジね、あれと、釘配列はほぼ同じになってます。でへそ昇級がその前のアマは3個だったのが、こいつは、へそ昇級は2個で、おまけポケットが左に2つ右に2つあって、内側が4個外側が5個ポケットと。でも早くもね、ここにね、あと4ゲームで始まりますと。これが今作の売りで、一応通常時50回転消化、あとラムクリジ時短消化後、まあいろいろあるんですけど、50回転ごとにこの C タイムチャレンジが発動します。でこれで何が起きるかというと、その 10% の当選率で時短が当選するわけですよね。振り分けでいうと 80% で時短50回転で、 20% で時短100回転と。だからここで毎回でさすがに保留マックスにするとまずいと思うんですけど、ちょっとベストの打ち方も今日は探っていきたいと思います。でこの煽りがドーンと出れば成功なんですけど、あ出なかったですね。あまあまあ10分の1なんで、ただこれが50回転に1回やっぱ来ますんで、ちょっとやっぱねチャンスは増えたぞと。その今のね C タイムチャレンジの発動条件がラムクリジで50回転消化後とで時短後、このサポート C タイム消化後、まあ、この4パターンになりますね。なので結構頻繁に来る、通常時の大当たり後のその時短後も来るので、時短が終わった後にまたこの C タイムで、はい、あの電サポ上乗せみたいな、こともやっぱあると。やっぱあの電サポ入る時の残っていたへそ放流っていうのは、まあ、そこに打ち出した球っていうのは無駄になるのでね、毎回そのリスクを、ね、50回転に1回食らうのもちょっとね厳しいですよね。だから50回転ごとに止めると、まあ、ホゼロに、ね、毎回迎えられるので、まあ、無駄球は最小限に抑えられるけど、その分時間効率を無駄にすると、まあ、そこの天秤ですよね。だからこんな感じで今打ってるわけですけど、これだからここで当たるとそんな、まあ、さすがに今は止めるよ。ああね、外れね、うん、だこうなると、まあ、まあ打っててよかったよってなるんだけど、まあ、逆もあるからね。おーっと発魚群、さあ保留いっぱい、もし当たるなら全長来てよっていうね感じだよね。マニちゃん、あー左手振ってる、どうでしょう、当たりそうだね。気分的に保留マックスなんで外れてもいいけど、あ外れてほしい、嘘あなんだよっていうか、もうなんかやっぱ海物語といえばお年寄りだと思うんで、お年寄りの方に打たせてもリアルな感想を聞いてみたいですね。このスマパチがまずどうなのかっていうところだし、馴染めるのかというね、うちのおかんはもうそんなもん打つかいみたいな感じだったから、やっぱり、だったらこのサポート C タイムね、これ50回転に1回、個人的にはやっぱ近江4のスペシャル、あれで U タイム搭載されましたよね、950回転余りかな。だからあそこに期待値が詰まってるんで、あれはだから U タイム狙いができたわけですよね。だからそのこのね CM349 でいうと、その
後ろに詰まってた U タイムが C タイムという形になってこう通常時に50回ということに散りばめられているというね感じだから、まあ、一応狙いないことはないですよ。50回転に近い台はねあれば少しはチャンスだと思うんで、ただし、まあ、ほとんどね狙いないに等しい感じの仕様にはなってるから、まあ、ここは優しいと思いますけどね。するのもありかも。さあこれ3回目、おー、いった行くじゃん、112回転よかったね。ちょっと堀井今止めといてね、ホイチでしたね、ホイチね。112回転で、サポート C タイム突入で、表示上は、ね、一旦50になるみたいですけど、100引いてた場合はここから上乗せで、ね、プラ50となるみたいで、ちょっとね最初なんで電サポートパターンとか、見極めながら、まあ、ほぼ打ちっぱなしのような感じでやってみたいと思います。増減は見やすいからね、80発スタートなんで。あーこれは減るぞ。このみんなが嫌いなこの電柱横のお邪魔釘もねしっかりありますからね。最近の海にこれないでしょう。でラスト1、もうここはもうガンガン掘りをためにいくと、でこのまま終わっちゃうと電車も、うん、50、あそう、この後にまたつくチャンスがあるのよ。今50回転終了でした。あ、つかなかったですね。ということで、80個から始まって28個なので52個減りましたね。50回転で1回転約1個減りと、打ちっぱなしで。ただ、最初ね保留1個で電サポ迎えて、今保留2、4、5個で6個か6個でいってるんで、うん、まあ残保留5個分はプラスでもらいましたよっていう、うん、まあ、だから例えば毎回4個でCタイムチャレンジ迎えますと、で2000回転回すと4回当選するわけですよね。で獅子16、まあ、16回転分の、無駄にすると、まあ、大体1000円分ぐらい。じゃあその1000円分を上回るような、期待値を時間効率を上げることで出せるなら、まあ、無視して回した方がいいという感じの天秤になっていくと思うんで、うん、だからそのまま期待値との兼ね合いかもしれないね。ちなみに1000円分ってなると、まあ、単価、まあ、1回で10円の台で、まあ、100回転、まあ、大体30分ぐらいですかね。なんで結構回る台じゃないと1000円分プラスにするっていうのはなかなか難しいのかもしれないし、まあ、安全策はやっぱホゼロでね、なるべく少ない保留で迎えた方がいいかもなってんのがね今のところだね。ちょっと一旦止めましょうか、ここでホゼロ、あ、ホイチなんで今ね。でこの次の消化でホゼロで迎えるとね。さあどうでしょう、10分の1、意外とボーンってくるね。あーダメか、5の1。まあ、だからこんな感じでホゼロで迎えると今のね必ず無の時間に来ちゃうんで、ここでやっぱ時間効率が大きく落ちると。まあ、ただ今現状ちょっとねボーダープラス大きくね超えることはなさそうなんで、うん、やっぱ丁寧に打った方がいいね、こういう台だったらね。ね、221ってのはいいんですけど、 C タイム50回転含みますんで、まあ1016ちょいって感じですかね。まあちょっと上がることに期待してね、2枚目いきましょう。ただ今言った回転率も結構ざっくりで、電車保証の玉べりとかその C タイム後の残保留とかも、まあ、全部全て含めた数字なので、まあ、これは結構ね真剣に回転率数えようと思ったらその辺綿密に計算しないといけないからちょっと大変かもね。さあどうかな、ダメ、うん、6の1。ただちょこちょこチャンスが来る感じはなんか悪くないですね。でも本当に今のところねウィモードやってるからってもあって、うん、まあ、本当にチャンス目が出るかなんかね魚群が出るかしかおーってならないから。ドラマさん、しかも今立てたんですけど10分おきに乗っけるんですよ。10分に1回楽しめるというこの。なるほど、ワッキーさんが数えてなんか10分に1回来てるらしいんで今。だからその辺もだからね海ならではというかね、メーカーも考えてますよね。10分に1回か、あいいね。でもね飽きさせないね。さあつるっと2万円、3枚目いきましょう。お昼で早くも4枚目入れましょう。さあ6
674回転目14回目かな。はい、ドン。おお、来た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 、ラッキー。さあ2回目の C タイム、 C タイムしか当たってないよ。674回転ね。で、ホゼロで迎えましたんでね。あー、スルーはやっぱ枯れるな。まあ、ある程度打ちっぱなすしかないですけど、もうパターン分かりましたんで、小手地の保留があるときはまあ開いたら4個で、多分止め打ちもね、生の方と一緒だと思うんでね、ちょっとだけ節度も意識しながらやっていきましょうか。で、ロングヘンドになったらね、基本的にリーチになるから、その時にちらっと小手地の保留見てね、なかったらもうその時点で止めて OK だね。85個ぐらいからこれスタートしてるでしょ。さあ、さっきよりは、あー、いかなかった。さっきよりはね、玉ベロ抑えられたけど、でもそれでもまあ45個ぐらいね減ってますからね。いや、当たってもいないのにパパお昼に行きたいと思います。じゃあ当たってないのにお昼食べさせていただきます。やっぱチキンだね俺は。タンパク質40。うまい。完全に脇さん手かぶってました。完全に手かぶってましたから。自分でそこで設置して。ちなみにこの店前にジャイロさんと来た店です。しかも同じ席。やっぱ彼いないと寂しいね。いや、そんなことないです。ジャイロさんいなくて寂しいなと思ったことないです。思ったことないです。あの、俺ツイッターで微妙にあの子供の写真上げて炎上した件あったじゃないですか。ちょっと炎上したんですけど、あれで何人か擁護してくれたんですけど、真っ先に擁護してくれたのがジャイロさん。マジだ。マジで。俺ちょっと心塞いでたんで、あのネット向かって SNS では絡んでないですけど、ちょっとこんなあったら本当に言おうと思って。抱きしめたい。抱きしめたい。すげえいいとこありますよ。さあ、じゃあタンパク質ねバチッと補充して、5枚目投入していきたいと思います。はい、ここまでね4枚使いまして、1000あたりの回転率が、約 18.7 回転と、まあ、徐々に上がってきてね、張り切って打っていきましょう。まあ、今だからハマってるから余計そう感じるのかもしれないけど、どうせ3、4球で打つなら出玉性能の方にアップさせたような海を打ちたかったよね。だから確変割合が例えばね 65% あるとかね、まあ、それは他のねピーキとはこう一線を画すわけですよね。だから変わってるのはこの C タイムの方なんで、どっちかというとその出玉性能っていうよりはその当たるまでのプロセスが短縮できたりとか、ちょっと投資が押されるかもみたいなね、当たるまでの話だから、当たった後ね、せっかく3、4、9当てたっていう、そのピーキじゃなくてスマパチでしかないね、そこからのこうなんかこう夢のあるようなね、風な仕様の方が良かったかな、ね、個人的にね。まあ、ちょっと今ハマってるからそう思えるかもしれないですけどね。え、絶対乗り上げ多いと思うんだけど。だからステージの癖はそんなに良くないんですけど、まあ、乗り上げが多い分なんだかんだこの母数が増えて、ステージからの決まりはね、数としてはそこそこありますからね。なんでやっぱりステージで癖がいい台あれば結構いいかもしれないですね。意外と乗り上げるんでね。19回目。おー、行くじゃん。あ19の3、929回転目。もう今日3回目のもう C タイムしか当てませんよ今日ね。57個スタート。もうとにかくねスルーさえ枯れなければね、その大ベリはないんですけど、ただそのスルーさえ枯れなければっていうのが普通の打ち方だったら難しいんだよね。まあ、最後にはちょっとひねって打つってやつもね試すと思いますけど、まあ普通の打ち方だとこれどうしても枯れるねこれ。おいぞ、最後も打ちっぱなすぐらいのこれ溜めに行くと、おーし、頑張った頑張った。さあ、ここも連チャン連チャン、ちょうだい連チャン。さあ、今のね、50回転に関しては、まあ、スルー枯れなかったんで52個から始まって64個と、
っぱスルーさでね枯れなければちょっと増える感じはありましたね。しれっと1000超えてました。もうなんかどうでもよくなって特に気にしてなかったけど1000超えてましたわ。ルパン以来のこれ2000あるぞ。2000チャンス目すら拝むことなく、6枚目もう恐ろしい。行くとこまで行きますよね。今日はもう24回目、24の3。ちなみにやめ時に関してまあこうやって周期がね50回転ごとに来るんで、まあ当然このシータイムチャレンジ終わってすぐが一番いいやめ時にはなるわけですけど、まあ一応狙えるは狙えるわけですよね、周期で来るんで。でこの価値をちょっと個人的に考えてきたんですけど、振り分け50回転が 80% で100回転が 20% なんで、平均して、時短が60回転当たった時にねつくわけですよね。でこの台の平均獲得玉数が、まあ、表記出たまで4680個となるわけで、じゃあその時短が60回転で当たった時に当たる確率が349当たる確率が、まあ、大体約 16% ぐらい。平均 4680 かけることの 16% なんで約750発になります。じゃあこのシータイムチャレンジそれのね10分の1の価値しかないので、まあ75発、まあ、円に直すとまあ約300円分ですね。ざっくり言うと、まあ、50回転ごとに訪れるこのシータイムチャレンジの価値が約300円になるという感じで、非常にねあの価値が薄いので、まああのうん、ラスト1回転とかならもうボーダーグラウンド台でもう1回転回すとか、あと5回転だったらまあ1回チャレンジやって終わろうかとかぐらいだったらありだと思いますけど、あえてね、狙いに行ったりとかをする必要はそんなないと思います。なんでやめ時に関してもそんな気にせずやめちゃって OK だと思う、うん、そんな1回あたりのシステムチャレンジのね、価値が、ね、高い仕様じゃないので、しかも前提がボーダー以上あるというね、うん、ボーダーマイナスだったら下手したらその300円狙いに行ってもマイナスになることもあり得るから、ボーダープラスの台で、うん、まあ300円、10台打って3000円なんで100台1日こなしてねっていう、もうやっと3枚、途方もないことになりますから、やっぱまあ実質ね狙うのは無理でしょうね、まあ、ちゃんとでも狙えない仕様で、まあそれは見物語にね、あったね C タイムだと思うんで、そういう面ではいいっすよね。7枚目、もう行きます、行くとこまで。もうこのパチンコのね5枚目6枚目超えてからのこの速さ何なんでしょうね。いやアイスは大丈夫です。マイクついちゃうんで、あどら焼きもいただきます、うん、ありがとうございます。あんまりの大好きなんですよ。断りきれなくてもらえます。俺はどら焼き、はあ、まあ、ハマりは辛いけどホールは温かいですよね、うん、非常に。いたったっちゃ来た来た、あ、なに、あ、割にチャンスだって。ちょっと今モード変えて引きをモードでやってるんですけど、初のチャンス目と思ったら割にチャンス、ああわどうかな、間違いなく強一だぞ。1298回転目、おいおい、うわそうきますかねえ、ワリンさん、まあ、回転率上がって下がって今ジャスト1018っすね。通常1207回転、そうなんですよ。ちなみにここまで1200回転で1018なんですけど、まあ球が減って増えて減って、まあトータルちょっと減ってますね。ただ、残保留はトータル12回転分、うん、3回で乗っかってきてるんで、まあ、その辺がちょっといってこいって感じで、まあ、正確な回転率出そうと思ったらその辺もちょっと補正してねやんないといけない、ちょっと大変なんですけど、まあ、一応今のところはそんな感じですね。1018ぐらい、ああ始まってた、ああ当たっちゃった当たっちゃった、もったいない、掘り4つもあるわ、こういう時に限って当たってし、1388回転、今日4回目かな。昔アイマリンかなんかでこのアングルから取られて、その時だけ球を鬼びらしたことありますよね、プレッシャーに負けて。そのアングル嫌なんだよね。さ
さあ争う、頑張れ。あー最後掘る、ためてよ。あーためきらんかった。マイナス13個、ね、まあちょっと耐えましたね。さあ恐ろしいこと起きてますよ。8枚目です。いきましょう。現在1453回転、まあ、考えようによっては C タイムね4回当たってますんでちょっとね軽減されてると考えようによってはね。おすすめはここに出てきた数字より1個多く貯めてねプラ1ぐらいでいくっていうぐらいの節玉がおすすめですね。ぴったりだとやっぱねどうしても保ゼロの期間が生まれちゃうんで。30回目、30の4、行きました。うーわ久しぶり、ほんと久しぶり。あれルパン以来ですよ本当に。マジでほらじゃあ今このハマりで見たくない可愛い。いや、子供の顔を見て紛らわしてたんすよ昨日初めて公園に連れてたんで、ちょっと現実逃避してましたわ今、うん、もうこんなのもう、ね、真逆っすよこれとは。もう幸せなね公園だったんで、もうこっちはもう戦争なんですけど、もう昨日はもう和やかな平和な三浦家でしたね。もうこれがねいろんなパターンらしいのよ、キラキラが。多分ねこれね、あ弱なのかな、どうなのかな。でも全体がキラキラしてるよね、多分画面全体パターンだと思う。これちょっとチャンスだと思う。で王冠でしょう。さあどうだろう。いやどうなの。あ近い、指近い。はい、あ魚群あるぞ。マジでちょ、もうこれ逃したらもう2000やぞ多分。ある。やったそうきますか。チャンスアップも出てたからね今、1590回転。いやー、ちなみに7万7000使ってますんで怖くないですか。あと500円ってこれ8万早くないパチンコ七不思議でしょこれ。こうなったらもうこれ2000行く未来しか見えないな、もう本当に。これ行きますよ多分リアルに。マジでああそうっすね。見せれたら、あ王冠はどう。おお揃うの。突然の幕引きでございましたねこんな揃い方。1680回転、投資が82500円で突然エンゼルフィッシュが揃うという、本日初当たりでございます。ノーバネーションはね今までの海と変わらないですよね。ちょっと強め狙っといて3、4、5個入ったぐらいで弱めにして球を固めると、あちょっと今うまくいかなかったけど、これが9個目なんで、これが、うんね、ちょっと今ばらけましたけどね、あんな感じですね。でもねポイントは一発目をね強めにこう遊ばせるようにね打つと。さあどうでしょう。あーばらけたな。うん、じゃあ10ラウンド中3つでしたね。表示1545個で、残念ながら振り分け38番の通常の方でしたね。ちょっとひねって4個ってやつにチャレンジしてみようかな。ちょっといきなり、対応できるかどうか微妙ですけどちょっとやってみます。おお変速スタートだよ。初めてじゃない変速スタート。おお三絡みだよ。さあ王冠でイルカ大群、これあるだろう。あー罠なんだ。一応隠れ確変って可能性も、あーちょっとスルー枯れちゃったね。隠れ確変って可能性もあるからね。おおそれ隠れだったのかな。ちょっと何とも言えないですけど、23回転時短中ね。スルー取ります。 OK です。あ演出起きてるよ演出起きてるよ。おっとウミガメゾーンだって。初めてじゃない今日。さあウミガメゾーンですよ。
正確な信頼で分かんないけど曲に出てる、27回転目なんかさっきまでお通夜みたいだったけどね。いや今度は9欲しいマジでカモン。おっしゃ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 、8万以上使ってますけどね、ようやく始まりましたねで、まあ、ようやく今当たってから気づいたんですけど、なんか他のスマパチとかでも最近こうちょっとハンドルの操作性が悪いであったじゃないですか。シードとかでもそうだし、これもそうだね。あのね、ちょっと変な感じしてたんです、さっきから止めてから一発多く出ちゃう。欲しい、4つですね。でまあやっぱ3割ね以上ちょっといけそうな感じだね。さあようやく紫よね、いいね。そうなんですよ、ハンドルの操作性がねちょっと悪いせいでね、止め打ちもねちょっと一発早めに出ちゃうんで、まあ4個打ちもねちょっと早めにストップボタン押したりで、これもねちょっとコツがいるね。だから4個打つならもう3発目が出た時に止めてないと4個で終わらないってことだね。4発目で押しちゃうと、わっ、ああ3、4、1です。さあ、2ラウンド引きましたと。ちょっと無駄引きなんだけど、うん、ここもお灸味的な感じですね。うん、2回目が開いたぐらいで止めてちょっと遅かったですけどね。ただしっかり打ってないとこの2ラウンドもね取りこぼしてしまうんで、よかったよかった、まあひとまず引き止めてよかったね。やばい、あーこれやばい。78回転目。あーでも左手振ってる、大丈夫でしょ。左手は意外とガスリーチ多いのかな。あーちょ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 、オッケーねえ。私も8万以上使ってますんで、そりゃ力も入るよっていう、ね、だからこいつも5個入ったらハンドルをねこうねじるというか戻すんですけど、もう戻しながらもうストップボタンを押さないと、うまいね、今よかったね。あれ今も戻しきってからいつもだと押すんですけど、ストップボタン戻しながら押さないとやっぱ一発多く出ちゃうね。惜しい、10ラウンド中5個でした。3、3、4、5、どんどん増えていってるね。おお終わった。あーちょっと打ち出し遅れちゃった。あー1回目の解放はちょっと逃しちゃいましたね、今ね。もうやめて、見たどまり以外、ダメか。8回転、しょうがないですね。連チャンとしては7回目、ただ2ラウンド2回食らってるんで、10ラウンドは5回目。で、60個ぐらい残ってたんで、今の連チャンで7200個弱の、出玉と、1410個と。なんで、表記出玉1370ですから、結構いいこれね、出玉取れたんじゃないですかね。まあよかった、何にせよね大負け回避ですよこれね。10万負けあると思ってたから今日。あ、うわもうまたやらかしてるわ。もう俺もうスマパチ打つと毎回やるんですけど、持ち玉持ってるのにまた貸し玉をしてる。もう貸し玉押し癖がついてんだよね。やっと持ち玉になったのよ。いやちょっと今考え事してて、やっぱね右の右に座った多分常連さんとおぼしきおばさまが、まあ、店員さんにやっぱ打ち方とか聞いてるんですけど、うん、現状やっぱ海の島にスマパチが入るっていうのが要は初なわけじゃないですか、ね、ここに玉がないっていうのはちょっと不安っすよね。やっぱ当たっても玉出てこないっていう中で、ね、デジタルのやり取りですからね全部ね。うん、お金を入れて玉がないのにこれどうなのみたいなで今後どうなっていくかなと思って、まあ、やっぱりね厳しくは店的には扱いづらいと思うんですよ。当然ちょっと甘みには使うんですけど、だからどこを甘みには使うかっていうと、やっぱ出玉関係は殺しづらいと思うんですよね。ある程度回すは回す店もあると思いますけど、だから出玉は結構最初取れる店が多いんじゃないかなと。はい、だってこいつの売りがねこのサポートシータイムだっつって結局そこでガンビリしてバンバン貸し玉を押すはめんだったらみんなもう打たないでしょ。うーん、あーない。
さあこれ38回目おー行った行くんだ、38回目で、5回目のシータイムでございます。305回転また枯れてるもんね。おー、ウミガメゾーン。あ、おっと、初めて当たるか。さあ通常時のシータイムから初めて当たるかも。もう当たれば今日ラストですこれ。おっと当たった初めて当たりつながりましたね。305回転から、シータイム入って348回転いやー苦しいなー。あー終わったね。いやーちょっとね今は苦戦しましたね。60個ぐらいの減りでしたかね。これでもだいぶ抑えた方だと思いますけど、うわーだってそうですよね。最後やっぱ60個ぐらい減らしてやっぱ10ラウンド1330しか取れてないんで、これだから打ちっぱなしだと下手したら1300切るとかねありえますから、うわーこれ結構怖いな。まあねきつい面もあり収穫もありって感じでね終わりましょうか。はい、お疲れ様です。お疲れした。さあ投資8万2500円からようやく激闘でしたね今日ね。はい、じゃあ収支お願いします。はい、今日ですね、通常1690回転回しまして、投資が8万3000円、回収手玉が5728万つということで収支がマイナス6万3000円までました。やられました。久しぶりに大敗。じゃあ内容の方お願いします。はい、今日の回転率がですね1000あたり 18.0 と、はい、なったわけですけど、で今日の出玉が10ラウンド出玉、平均すると1398個なんですよね。でこれでいくと10日ボーダーが 17.07 まで落ちますので、かなり甘く なりますよね。まずはじゃあガチメーターの方お願いします。いきますか。海初のスマパチのガチメーターブルー79点です。おでも海にしてはちょっと低いですよね。これは ね迷いましたね、はっきり言って。まあ、ただパチ段的にいつも技術管理の低いではどうしても低くなるんですけど、逆にやっぱ、高くなりました。めちゃめちゃ高いですね、はい、19。正直やっぱ技術介入度かなり高いです。高い、通常時まずですね50回転ごとのシータイム、あれやっぱずっと打って保留マックスで連鎖を迎えてしまうとやっぱ1日打ったら4回5回、そう損する機会が増えてしまうんで、もったいない。あそこはなるべく保留少なめに行くのがおすすめですね、はい。サポ中、サポ中ね、大変でしたね。連サポ中はやっぱ苦戦すると思います。途中はねちょっとうまくいって球がこう上まいこと増えたりもしたんですけど、そうですね、まあ、最後の連サポでガッツリ減ったりして、うん、結局ね一番最後の連サポで減った時のその10ラウンド出球が1330だったんですよ。あーきついですね。でこれでいくとさっき17ぐらいだったボーダーが18ぐらいまで、あー1個上がるんだ。それでだからまずあの電サポ中のスルーの状況台にはもうめちゃくちゃ注意。そうですね。だから逆に言うとあそこさえ、うん、まあノーマルかプラス下手したらプラスであれば、うんうん、あの途中で試したの4個打ちね、はい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 、あれでももしかしたら現状1ぐらいはいけるかもしれないです、ね、スルーさえ抜ければ、はいはい、であとは実践中に気になったのはあの玉飛びですね、うん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 、あの普通で行くとこうストップボタンを押すとすぐ玉止まるんですけど、うん、海の場合は止めてからもう一発飛んでしまうと、うん、はい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 、いうなんか最近の機種にありがちな、はい、ちょっと具合がちょっと悪いみたいな感じですね。だからあそこも慣れなんですけどちょっと早めに止めると、これねちょっと打ってみないと分かんないんで打ってねちょっと試してほしいなと思います。迷ったのがね勝ちやすさですね。そうですよね。一応16点と少し高めにはついてます。はいはいはい。で今までいくと技術面高かったら勝ちやすさも同じように高いんですけど、ここに関してはねプロ的にはやっぱりね高いんですよ。そうですね、一般の方との差がつきやすいので、これかなりつきますよね差がね。めちゃくちゃつきますね。でつけばつくほどやっぱ当然勝ちやすい。だからプロ的に言うと16点ちょっと高めついたんですけど、これ一般的に言うともう5点とか、はい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 、もううちのおかんには絶対打たせられない。なるほどですね。感じになってしまうんで、大量導入したりして、うん、まあ、大事に扱う店があれば攻めていいと思いますけど、うん、はい、ちょっと闇雲に打つのは危険かなっていう。そうですね。のは正直感じました。はい、わかりました。ということで本日の筋肉あるあるを一つよろしくお願いします。いきましょうか。深夜のエニタイム、めちゃくちゃ携帯触ってるやつ多すぎ。ありがとうございました。
めっちゃ多いんすよ。ちょっともう苦情ですいませんね、ほんとね。それはあれですね、 YouTube 使って苦情言って、よくなんかあのこう座っていじって、そこどけよってやつですよ。いや、それがそうなんですよ。でしかも今俺週1ぐらいしか行けないですよ。はいはいはい、はい、でもう2時間も3時間も行ってらんないんで、うん、もうキュッて1時間ぐらいやりたいですけど、はい、みんなもう超えちゃってるんですよ。じゃあもうちょっとどいてくれみたいな、めちゃくちゃあるんですよ、そういう時。皆さん、あの筋トレ時間ね、集中してやりましょう。はい、気をつけてください。さようなら。また見てね。